GoTo 使ってアマンに来ました。さてアイラボ始まりました。早速ですが初登場の旦那さんです。あ、自己紹介お願いします。阿部浩二です。初登場ということで、はい、これからね GoTo に行ってきた模様をお届けしようと思うんですけど、はい、この間ね GoTo トラベルを使って GoTo キャンペーンの一環として行かせていただいたと、うん、めっちゃ楽しかったですよね。そうですね、うん、まあ、近場ですけどというところですよね、うん、その普段だったら旅行に行って、うん、この休みの期間夏休みとかもそうですけども、うん、まあ、使うような、それよりもまあコストは低いですけども、うん、そのぐらいの気持ちで行ったよ。でも高かったけどだいぶねすごいっすよね。でも GoTo キャンペーンを使って行ったから、うん、はいはい、普段よりは安く、まあ、でも高いんですけど、ね、お得にね、でもそう、お得に行けたっていう、うん、そうですね。でもちょっと奮発して行ってみようと思って行ったんだよね。はい、そうです、うん、でその模様を見ていただきたいと思います。はい、それではどうぞ。GoTo 使ってアマンに来ました。初めてのアマン東京。そうですね、なんかすごい、もう今エレベーターですけど耳がもうすっごい速度があるんでしょうね。奮発してだいぶちょっと上の方のやつを GoTo 使ってますね。ちょっと暑いたみたいで33階です。すごい広がり、ありがとうございます。ツインだったんですよね。あ、そう、ツインにしちゃったの、間違ってそれをキング的に変えてくれたと。素晴らしい、ありがたいですね。すごいね。これはもうそこでも寝れるじゃない。寝れますね。うわ、あれはスカイツリーです。持ってきたものを紹介していきたいと思います。一泊なので持っていかないでおこうと思ったんですけど、結局こんだけ持ってきちゃいました。まずはこれはマスクです。マスクはマスクケースが入れてきています。マスクでしょこれ私たちが大好きなな、にこれ、せんべい、揚げ餅。これね、マジでうまいんですよね、うん、塩味が美味しいらしい。でも塩しか食べたことないけど、うん、めっちゃうまいんで、ちょっとせっかくだから持っとこうって言って持ってきました。そしてまあ明日着る服で、ね、明日着る服、ビスさんとのコラボレーションした洋服です。これ明日着ようと思って持ってきた。ストレートアイロン、このなんかあんまり入っていないメイクポーチ、ね、うん、メイクポーチの中身はまた後からやります。で、でっかいけどポンって入れてきた私が気に入っているマルジェラの香水です。ないんですよ、ほとんど毎日これ使ってます。雑誌の付録超使える、これはポーチの付録ですね。なぜか2つあって2つ使ってるんですけど、ルナソルのこれいいんですよ、濡れてもいいから。あったから持ってこなきゃよかったと思ったけど、プロダクトのシャンプーとコンディショナーを入れてきました。あとこっちは化粧水だったりメイク落とし、あと充電器類、あと歯ブラシですね。コスメキッチンで使ったやつ、ね、もうほとんど後ろ姿になっちゃった。で、まあ動画を撮ろうと思ったんで、おズボン持ってきました。すごいね、こんなちっちゃいんですよ。こんなちっちゃいので動画が撮れちゃう。こんな感じです。そんなに持ってきてはないけど、なぜか重い。こんな感じですね。物はそんなにない。あとはね、必須の iPad です。ちょっとサイズ大きいんですけど、うん、
感じでゆっくり過ごしたいと思います。バイバイ。はい、ということでポーチの中身もそれで紹介しています。これはロピかける、蓋違うしこれ蓋違うね。だってほらこれじゃないよね絶対。そう、これはロピさんのヘアエッセンシャルセラム、髪の毛ストレートアイロンした後にこれニュアンスをつける、あと乳液ね、これセルフォークで、ほんとね紹介するほど持ってきてないの、ほらすごい少ないのまずはあの眉毛が大事なんです。私眉毛を描くのにあの乳液とかした後にこのまずはこれが大事なんで、これで描きやすくします。描きやすくっていうか乗っちゃってる乳液たちを落とすっていうかそういうことするんですけど、でこうしてこれを描きやすくするっていうね、でこういう風にして作るで眉毛を描くっていうね。今日持ってきたのは白です。5文字の時のやつ、これすごいね大好きで、これすごい使ってる。眉毛でしょ、で眉毛描くやつはこれ。眉毛本当に眉毛ばっかこれは全部眉毛よでしょ、もうあと1個しかないの。これは3のやつ、これこれです。こんな感じ、よく使うのはこの何色ゴールドとこの白、よく使ってます。こんだけしかないから、はい、ポーチの蓋違うけどつけちゃってます。私の持ってきたポーチの中身でした。ちょっとずつ開けてくる、まずはここ、まあそうでしょうね。まあそうですね、はいはい、こう洋服かけたりだとかするようなね場所、まあまあそう、おい、ローブ的な、阿部さんといえば、あ、まあバスローブね、といえばってそんなよくわかんないですけど、すごくない、だって水が水で置いてないってね、そういうのに入ってます。あ、これもアーマンので、これもなんか素敵、なんかシャレッシャレですよね。ここのこれとか何、これなんだろうね、ビンタあんのかな、ビンタあんのかな、ねえこれね、夜景がちゃんと見えるという。あ、見て、あー雷起こし、起こし、うん、で、いけますか、はい、お風呂だ、すごっ、トイレ、なんかかっこいいですね、和、和だし洋だし、これさ、スリッパ脱いでさ、ここ立ってごらんよ、ほら、感じない、違う違う違う、はぁはぁ、その蓋が開くのじゃない、しゃあ下トイレの蓋が開くのじゃないの、あったかい、そう、ちょっと冷たくてさ、あれ冷たいってなるじゃん、タイルがあったかいんですよ、ほらすごいですね、すごい、見て、もうコンディショナーとかシャンプーがシャレてんもん、シャレシャレ、すっごい細いそれあんまり細い、そういうとこすごいとかじゃないんですよ、すっごいシャープじゃん、でシャープをすごいとかじゃない、超かっこいい、かっこいいはかっこいいですけど、これはすごい、あ、なんか、おー、あ、なんです、忘れてあると、すごい、そんなもん置いてあるんだ、こうやってやんなきゃダメなんだよ、うちらみたいに、うん、って言えるんじゃなくて、そうだ、こうやってね、こうやって、おしゃれに、おしゃれ、うわー、これはこれちょっと一回そこどんな気分になるか、うん、どんな気分になるか、だって実際裸取れないわけだから、どう、私の足が届かない、ほんとだ、そう、すごいすごいね、結構深めね、すごい深いです。 Go to キャンペーンで、今回こちら、はい、アマンさんの方こうさせていただいておりますが、すごいこのさ、なんかいろんなお部屋があったけども、ここもまあまあ、まあ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 いい値段でしたよね、まあもっと上だね、うんありましたけれども、でも空いてなかった、
そうだよね。スイート入ってなかった。GoTo 使ったとしてもだよね。 GoTo 使ったも高かったけど、ね、ちょっとお腹すいたんですけど、お腹すいた。クーポンさ使ってさ、ルームサービスしてるよ、うん、そうだよ。でも朝日がいくらかだよね、明日の。それはいいじゃん、現金で払っても。ケチケチしなくていいべ。ケチケチしなくていいべ、朝食もついてるし。なんだろう、何開けて。はい、ぶどう。すごい立派、すごい美味しそう。ウェルカムブドウでした、うん、でしたね。なんかウェルカムドリンクも飲んでください。あ、言ってた、冷蔵庫に入ってます。冷蔵庫もしかしたら、はい、おこちらの方、なんかこのドリンク飲んでみてみたいな。あ、言ってた。ソフトドリンクは、うん、やったん。ウェルカムウェルカムアマン東京。いい声。失礼します。じゃあ、さっきこれ何かなって言って、こう出んのかなとか言ってたじゃん。押したらなんかビってなりそうだよね。なんだと思う。何だよ、その特技何？そっち取っといて。そっち取っといて。ね、それ何特技なの？そっち取っといて。分かったよ。出てきた！テレビ！出てきました。テレビだ！テレビでした。そういうことか。あ、ここに入るってこと？ね。分かんなかったね、全然。ルームサービスが届きました。いやいや、もう食べてますね。ポット激うま。こちらも GoTo キャンペーンを使って、はい、クーポンか、クーポンを使って頼みました。これはハンバーガー、はい、ハンブーグ、ハンブーグ、ハンブーグ、うん、とこれなんかついてきたね。これ野菜全部挟んで食べてってことで、うん、挟んで食べてね。でそしてこれは松茸と素晴らしい松茸とステーキの丼です。これが何だろう、うん、味噌汁なんて洒落た、美味しそう。こちらをいただきたいと思います。おーい。そして私がご了承して頼んだチョコレート、これ1900円するね。そうなの、クーポンだから頼んだ、うん、じゃあ早速いただきますか。いただきます。はい、朝ごはんが届きました。こっちが、アメリカンで、こちらは外はね、曇ってますけれども、それでもね、向こうにはスカイツリー。そして、そこで、この朝食。ドン！ GoTo！ただただ朝ごはんのんびりと食べたという映像、だいぶ間つまみましたけどもね、見れたもんじゃないです、ずっとは。それはもうそうですね。めっちゃ美味しかったね。ただただ美味しかった。ああ、まあエッグベネディクト美味しかったですね。ただ和食なんで取っといてくれなかったの？おかずですか？いやいや、もうお腹いっぱいかなと思って、もう見てる感じも進んでなかったんで、交代するっていうのを先に言ってくんないとこっちもそのつもりで動けない。なんとなくさ、バトはアメリカンとどっちもしようって言ったわけじゃないですか。うん、でも残しておきました白いご飯は、ね、まあ美味しかった。だいたい白いご飯あったらもういらないですか、おかずなんていうのはね。だってアマンの空気だけでご飯3杯いけますから。本当はやってないです。それを我々がこの後朝食を経て、そして部屋でちょっとのんびりして12時チェックアウトしてから行ったやつはどうなってるんですか。こちら写真だけ楽しんでください、うん、どうぞ。はい、ということでね、すごく優雅な優雅ですよ。最高でしたね、うん、アフタヌーンティーが有名なんですよね、うん、アマンさんは、うん、後輩たちも言ってた、アフタヌーンティーだけ、うん、へえ。後輩たちがすごい素敵な格好してこうやって写真撮ってて、みんな知ってるんだと思った。はい、ということでありがとうございました、ご視聴。この動画がいいと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。今後もアメコージさん
すごい出てきます。